はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、もうお人形さんちょっと出ちゃってるんですけど、オイルの付け方、まあコツというか長さによってもちょっと変わってくるので、それのちょっとご紹介をちょっとやっていきたいと思います。基本的に使ってるオイルが、まず N ドットのオイルと、あとリレイのオイルを基本的に使ってます。オイルは大体まあたくさんあるとは思うんですけど、まあスタイリング用のオイルと、まあ普通にトリートメント用のオイルがあると思うんですけど、これが基本的にこの2つ僕が使ってるのがスタイリング用のオイルになってます。だから補修というよりは本当にこう結構まとめてくれるオイルかなと。でやっぱこうモロッカンオイルとか、あケラスサーゼ、オレオリラックス、このオイルとかはどちらかというと補修系のオイルなんで、まあ、1日そのまとまりが持つっていうよりは髪の毛のそのダメージとかを抑えてくれるっていうか、でさっきの、まあ、N ドットとかリレイはどちらかといったらこうまとめてくれるっていうのがメインなので、まあそれの使い分けでいつもオイルは使ってます。で、まあ大体そのオイルのつける量なんですけど、これはトリートメントでも普通にスタイリング用のオイルでもあんまり変わらないんですけど、基本的にショートとか、まあ、ボブぐらいはまあ大体2プッシュぐらい、1プッシュから2プッシュぐらい でミディアムとかやったら3プッシュとか、まあ4プッシュいくかないかないかなぐらいで、ロングの人が4から大体まあ6プッシュぐらいまで使う人は使います。まあ基本的になんかあんまりつけすぎても良くないんですけど、つけなさすぎたら逆にパサついて見えるから、まあ、基本的にそのぐらいのプッシュ量で使うといいかなと思います。まあ一番最初はちょっと少なめにつけた方がいいかなと思うんですけど、でまあ今日やっていくのが、まあウィッグちょっと出してるんですけど、基本的にオイルをまあつけないと、まあこうやってパサッとしてるじゃないですか。基本的にちょっとしっかりとまとめたいんやったら僕絶対 N ドットのオイル、本当に時間が経った時にまたこういう風にパサッとしてくる髪の毛だったら絶対 N ドットのオイルがいいかなと思ってて、で普通にさらっとまとめるぐらいだったらリレイのオイルが結構適してるかなと思うので、乾燥がひどい人は N ドット、まあ普通にちょっと柔らかめとか髪質が普通の人はリレイのオイルが一番いいかなとは思います。まあ、N ドットともちょっとオイルをつけていこうかなと思うんですけど、まあもう顔周りだけつけるんで、本当にもうワンプッシュとか1回出したぐらいで、オイルとかつける時とかワックスとかも全部そうなんですけど、めちゃくちゃ手になじませます。とりあえずでなじませて、で基本的に根元にはあんまつけない方がいいです。スタイリング用のオイルとトリートメントのオイルを、つける時に絶対に守ってほしいのは絶対毛先からつけます。なぜかというと、やっぱダメージがやっぱ中間から毛先にかけて多くなってきているので、これを毛先の方とかだったら結構オイルとかも吸い込みやすいので、かなりまとまりが綺麗になってて、そんなにベタついて見えないので、最初は毛先から中心につけていきます。でさっき、まあ、大体ワンプッシュというか一滴だけ出して、顔周りとかをつける時とかもう大雑把にバッとつけるんじゃなくて、ちょっとこう手に混ぜたやつを指とかになじませて、こうちょっとなんか指でなぞるような感じで大体つけていきます。でこの時にこの束感っていうのをすごい大事にしながら、まあ こことかやったら顔周りとかだったら3束ぐらいで分けて丁寧につけていきます。でこう丁寧につける方が持ちがいいです。やっぱり大雑把にこのままガッツリバッてやるよりは、丁寧に一束一束ちょっと細かくやってあげる方がこうオイルの持ちがいいので、夕方とかになっても結構持ってたりします。逆にバーッと大雑把につけちゃうと、ついてるところとついてないところがあるので、結構そこでムラが出てきて結構乾燥したりとかして見えるので、あんまりそれもよろしくないかなと思うので、束感をちょっと取りながら指で最初はしっかりとつけていったり、で指でつけた時に結構こうやって今まとまってるんで、これぐらいまとまっとけば全然 OK です。で毛先の部分今まとまって、でもこの辺って多分まだ全然まとまってないんで、ここがまとまったらちょっと上の部分にさっきと同じ要領でちょっと指になくなってきたら、また全体手になじませてつけてあげる。でこれちょっと朝やるの結構大変なんですけど、でも慣れちゃえば、まあ、ちょっとずつちょっとずつつけていってあげたら結構1日それだけで持つので、一番最初ちょっとやっぱめんどくさいんですけど、結構これをやるのがポイントっちゃポイントですね。
で、本当根元のこの辺は塗ってないです。本当ここら辺までつけてあげると、まあ、さっきよりもかなりこうまとまりが綺麗に出て、で例えばこれをもうちょっとこう束感をこうルーズにしたいなっていう時とかやったら、この束をちょっと裂いてあげる。で裂いてあげてもしっかりオイルついてるから、そんなにバランスおかしくないというか、結構綺麗にまとまって散ってるような感じに見えるので、結構このやり方もおすすめです。多分さっきと比べてもだいぶかなりまとまり感が出て綺麗に見えるかな。でこれ N ドットなのである程度持ちます。で反対側をリレイのオイル、こっちのオイルをつけていきます。これももう一滴だけ出して、これも一緒に手になじませますね。手になじませて指先で毛先の方からつけていきます。束を作ってちょっとずつちょっとずつ毛先の方から塗っていきます。で毛先の方がある程度ついてきたら、次は中間のあたりまで塗っていきます。結構どちらかというとこのリレーの方がサラッとしているので、結構つけた時はまとまりもちろんあるんですけど、多分乾燥した時に多分少しだけドライな質感にはなってくるかなと思うので、今つけると結構しっとりとまとまってますね。オイルのつけ方、今日はちょっとやったんですけど、基本的にやっぱそのオイルつける量をやっぱり意識してもらうっていうのと、あとやっぱこういう顔周りだったりとか、まあ、前髪ちょっとつけてないですけど、前髪も同じような感じで束感を作るような感じでつけてあげるっていうのがやっぱりポイントになります。でさっきの、ショートだったら 1,2 滴ぐらいとか、ミディアムだったら 3,4 滴とか、でロングやったら 4から6滴ぐらいとか、つけるのは、毛先からしっかりつけてもらって、で根元にはつけないようにして、まあ、全体的にそれでやってあげると、まあ、ヘアケアの方でもスタイリングの方でも多分だいぶ効果が出てきて、綺麗にまとまった髪型になるかなと思うので、ヘアアレンジでも、ヘアスタイリングでもどちらでも一緒です、やり方は。なので、まあ、これからそうやっぱ乾燥の季節なんで、オイルって結構皆さん絶対使うと思うので、この、方法でやってあげるとかなり髪型も決まるんじゃないでしょうか。皆さんよかったら参考にしてみてください。すいません、最近ちょっとコメント返せてなくて、随時返していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。